小林製薬の紅麹サプリメントをめぐる問題で、県内で新たに1人の健康被害が確認されました。県によりますと、12日に医療機関から保健所に届け出があり、入院はしていないということです。県内在住で紅麹との関連が疑われる健康被害はこれで10人となりました。